破壊されたオートバイ用、チェーンロック二輪車等とは二輪車の窃盗を行う犯罪のこと。バイク等やオートバイ窃盗などとも呼ばれる。また、盗まれた車両は盗難車と呼ばれる。オートバイ窃盗の認知件数推移、1967年以降、法務省と警察庁の統計によれば、1967年以降、 一時期を除いて増加し続け、1988年には20万件を突破した。そして、1988年から2001年の間、東南認知件数が20万件を超えて高止まりし続ける状況となり、その間に統計のある1967年以降最多の件数を1989年に記録することとなった。 そして2000年をピークに減少し、2019年は11,255件となり、統計のある1967年以降最低の値であった。また、警察庁による2019年のデータより、認知件数は11,255件であり、オートバイ窃盗被害台数は11,139台に差し込まれていままの状態及び、 運転席やその周辺に放置していた状態で、盗まれたのは一万千二百五十五件中三二百十六件であり、盗難認知件数の約三割に過ぎず、残りの約七割は、その状態でないにもかかわらず、盗難されている。また、警察等に認知されていない犯罪の件数を含めて、実際の犯罪実態を調べる目的で二千年、以降数年に一回行われる、 法務省の2019年犯罪被害実態調査によりオートバイ盗難にあったと答えたバイク所有者の割合は2018年中に被害があったと回答した者の,の割合は 0.4%2014 年から2018年の間にあったと回答した者の,の割合の場合は2.7%であったまたこの調査は2000年以降5回行われているが被害に遭う割合は 低下傾向となっているそして、被害を警察に届け出た割合は、約80%であった。もし、警察が把握した認知件数に、先ほどの申告した割合で割った場合、2018年は19115件となり、約3800件が届け出されてない状態となる。オートバイ盗難により2019年に検挙されたものの、 約86.2%は14から19歳の未成年であり少年犯罪の代表的な犯罪であることが伺われる。暴走族の構成員が車両を盗み出し暴走行為などに用いた後に乗り捨てるなどといったケースがある。窃盗を制御とする犯罪集団による組織的な犯行及び密輸が行われる場合もある。多数の人員を投入し、 運搬用ワンボックスカーや油圧カッターなど専門的な機械類を用い緻密に組み立てられた役割分担や作業工程でもって迅速かつ車体の資産価値を落とすことなく犯行に及ぶ。こうして数分で運搬車両に詰められた車両は拠点となる施設に集められあるものは解体され部品として市場へ流されあるものは輸出先のシンジケートと結びつき 偽装された名称で密輸を行うなどの方法で資金化されていく。こうして密輸された車両が稀に発見される場合があるが、仮に発見に至った場合であっても、現地の発見時点での所有者に渡るまでには、正規の過程が含まれているなど、当事者は直接犯罪に関わっていない場合が多く、取り戻すためには民事訴訟で車両が盗難車両であることを立証せねばならないなど、 一筋縄で取り返すことは非常に困難である。また、資産価値の高く狙われやすい大型車両であっても、車両価格が100万から150万程度である、オートバイの価格を考慮すると、時間や費用が車両価格を上回ってしまう場合が多く、泣き寝入りせざるを得ない場合がほとんどである。また、近年においては、オートバイ市場の縮小による経営悪化を受けてか、 販売店経営者による転売目的での盗難も発生している。顧客に引き渡した車両に関する情報、あるいは複製した鍵などを用いて実行犯等と共謀し、引き渡された車両をそのまま窃盗、転売するといった手口で犯行が行われる。2012年、盗難被害における車種別の台数がその他の車両と比較して3倍に及ぶため、 ホンダ CBX400 回の盗難保険契約が損害保険会社より拒否される事態になったとロードサービスを扱う JBR モーターサイクルが発表した。同社種は1981年から1984年にかけて販売されたベストセラーモデルあり、当時を経験した40代後半のユーザー層に特に高い人気のある車両である。2012年の段階で 販売終了からすでに30年近くが経過しているが、中古車両の市場価格が新車当時の低下の3倍程度から状態の良い車両では10倍近くにまで及ぶ高価な車両となっている。高価な車両ばかりが盗まれるわけではなく、2003年前後には兵庫県内でホンダ株の盗難被害も相次いで発生した。こうしたビジネスバイクのケースでは実用性。 経済性、耐久性から開発途上国で需要があり、自動車等におけるトヨタハイエースと同様の傾向が見られる。自動車のホイールやカーナビ、カーオーディオなどが取り外しができなおかつ資金化の際に犯罪行為が露見しにくいために狙われ、安いようにオートバイにおいては高価なカスタムパーツが窃盗対象に狙われる危険性がある。 自動車と異なりパーツが露出しているオートバイでは、ほとんどのパーツ類が、ボルト数本で固定されているため路上内し屋外での分解が容易であり、マフラーやブレーキなどでは、購入価格にして、数十万のパーツも存在する。愛車の、絶対安心保管術、ビッグマシン第80巻、内外出版社、2002年2月、P42 から79、雑誌07695から2、 ありがとうございます。